2012年ラグビーチャンピオンシップは2012年にニュージーランド、オーストラリア、南アフリカ、アルゼンチンのラグビー代表チームで争われた大会。スポンサーの関係で南アフリカ共和国ではキャッスルラグビーチャンピオンシップ、ニュージーランドではインベステックラグビーチャンピオンシップ、オーストラリアではカストロールエッジラグビーチャンピオンシップ、アルゼンチンでは パーソナルラグビーチャンピオンシップとして知られている。2012年8月18日にニュージーランド対オーストラリア戦で幕が開け、10月6日に終わった。すべてのチームは各チームとホームとアウェーで1回ずつ戦い、ニュージーランドが優勝した。時間は現地時間タッチジャッジ、ナイジェル・オーウェーンズ・ラウレンス。 バンデアメルバテレビマッチオフィシャル、マット・モダードタッチジャージ、ゼローム・ガーシス・ジョン・レイシーテレビマッチオフィシャル、ヨハン・ミュー・ウェソン出身、ソニー・ビル、ウィリアムズ・タッチジャージ、アラン・ローランド・ラウレンス、バンデアメルバテレビマッチオフィシャル、ベン・スキーン、タッチジャッジ、ゼローム・ガーシス・ジョン・レイシーテレビマッチオフィシャル、フランシス・コ・パストラーナタッチジャージ、ジョージ・クランシー・ジェームズ・レッキテレビマッチオフィシャル、ビニー・ムンロタッチジャッジ、 ウェーン・バーンズ・グレン・ジャクソンテレビマッチオフィシャル。マット・ゴダード出身。イズラエル・ダグ・タッチ・ジャッジ。ロマン・ポイテ。ジェームズ・レッキテレビマッチ・オフィシャル。ビニー・ムンド出身。ディグビー・ヨアネ・タッチ・ジャッジ。ナイジェル・オーウェンズ・グレン・ジャクソンテレビマッチ・オフィシャル。マット・ゴダード出身。ブライアン・ハバナ・タッチ・ジャッジ。ロマン・ポイテ・グレッグ・ガーナーテレビマッチ・オフィシャル。ショーン・ベルズマン出身。キーラン・リード・タッチ・ジャッジ。 クレイグ・ジュベール・パスカル・ガーゼナーテレビマッチオフィシャル、フランシスコ・パストラーナ出身、キーラン・リード・タッチ・ジャッジ、ロマン・ポイテ・グレッグ・ガーナーテレビマッチオフィシャル、ショーン・ベルズマン出身、マイケル・フーパー・タッチ・ジャッジ、ジャーコ・ペイパー・パスカル・ガーゼナーテレビマッチオフィシャル、フランシスコ・パストラーナ八七8 7 3 9 南アフリカ V ニュージーランド76,877オーストラリア V ニュージーランド5万3000アルゼンチン V ニュージーランド5万ニュージーランド V オーストラリア4万4,463南アフリカ V オーストラリア4万アルゼンチン V オーストラリア4万 アルゼンチン V 南アフリカ38,843南アフリカ V アルゼンチン34,377オーストラリア V 南アフリカ29,932ニュージーランド V アルゼンチン29,014ニュージーランド V 南アフリカ22,278オーストラリア V アルゼンチンありがとうございます